うかつに攻撃しても避けられて同士打ちだってばよ。見よ、柳の舞。特別に次は椿の舞を見せてやろう。潰してやる。うるせえ。お前自身の肉体で味わってみるといい。ナルト君、サスケ君を。この人の相手は僕に任せてください。させるか。死ね。よそ見してる暇はないですよ。手応えありです。はい。次で最後です。は、大旋風。驚くほど柔軟、それに独特の動きをしますね。終わりだ。待ってください。なんだ、何を飲んだこいつ。なんだてめえは。こらあ、ジロジロと見てんじゃ。さっきより早い。やるな。あら、本当に眠ったのか。いけがったな。おっちゃん、カイ先生、僕は またひっかかったな。あれ、どうして僕はこんな場所にいるのでしょうか。酒、単に酔っているだけか。ならば痛みを感じる間もなくあの世に送っている。
せっかく気持ちよく寝てたのに。あちょ、水剣使いか。動きが読めない。仕方ない。僕の攻撃能力は骨読んでなんかねえ。大体僕は未成年だ。遠足的だろ。これが僕の月経限界。頭がガンガンする。それにこの傷、どうやら僕は酔ってたみたいですね。なんという硬さだ。今の僕の役目はできるだけ長くこの人を足止めすること。行きますよ。手術したばかりで本調子ではありませんが。おっぽてれんげ。誰だ。砂漠のガーラ。決戦団。指先の骨を飛ばしたのですか。俺とやった時はもっとスピードとキレがあったが。恨んでるわけじゃありませんが、君のおかげで少々大変な目に遭いました。いえ、君はバックアップお願いします。その名の通り砂を使うのか。砂がなければ何もできない。わざわざ重い砂を持ち歩いているのがその証だ。砂さえあれば何でもできる。間抜けはお前だ。あいつを見ているとあの男を思い出す。え、内葉サスケ。そんな。皮膚のすぐ下に骨の膜を作らなければあっという間にペシャンコだ。化け物だな、あいつも。厄介な体ですね。硫酸爆流。まだ僕には生きる意味がある。僕にとっての死、それはオロチマル様とその野望を守りきること。
る。最強硬化した俺、最高絶対防御、死角の盾。地中にある高度の高い鉱物を集め、チャクラで圧力をかけ砂に混ぜ込んだ。なら今日ここで、今から滅びる。確かにそうなるかもしれない。虚しい奴だ。地中200メートルまで沈め、閉じ込める。これで終わりだ。二度と出てこれはしない。だ、お前らに何がわかる。死んでる。完全にやられてたな。